二度と食べたくない。昭和の激まずな食べ物を覚えてますか？美味しいものばかりを紹介してるけど、昭和の食べ物は美味しいものばかりだったのかしら？急に何を言い出すんだ霊夢。私の記憶にあるまずい食べ物を、自分の中でなかったことにしてしまっているのよ。まずかったんならなかったことでいいんじゃね？いやいや、まずさをみんなで共有したいわけ。あれマジでまずかったわ。って盛り上がりたいのよ。そうなのか。じゃあ今回は、昭和時代に激まずだった食べ物を霊夢のリクエストに答えて紹介するぞ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは給食だ。幅が広いわね。そう言われると思ったので、ここで紹介するのは二つだぞ。何を紹介してくれるのかしら？まず最初に紹介するのはコッペパンだ。え？コッペパンって、とっても美味しいわよ。そうそう、今のコッペパンは中にクリームを挟んだりするし、コッペパン自体も美味しいんだ。じゃあ激まずなんて紹介するのはまずくないかしら？ジャロに電話されてしまうわよ。ジャロって、このチャンネルがジャロに聞き入れてもらえるのか？聞き入れてもらえた方がある意味名誉だと思うわ。そうかもしれないわね。間違っていると思われてるが、今回ここで紹介するのは昭和の食べ物。昭和のコッペパンは激まずだったというのね。まあ好き嫌いはあるかもしれないが、給食が始まったばかりの頃は給食はまずかったという声が多いんだ。給食大好き人間としては、給食がまずいってイメージできないのよね。特にコッペパンとここでは紹介しないが脱脂粉乳はダントツでまずいメニューだった。脱脂粉乳は昭和30年代前後の世代は嫌がるわよね。コッペパンが嫌われる理由は味もだが、パサパサしているところだ。パサパサ？今のコッペパン、その他のパンはしっとりしてるだろ？あまり気にしてないけど、パサパサは感じないわね。食べづらいコッペパンは残す子供も多く、残した給食は持ち帰るようになっていたんだぞ。持ち帰り、衛生的に心配があるわ。持ち帰って家で食べようにもパサパサなコッペパンがカチカチになり食べられたものじゃない。当時不人気だったコッペパンを美味しく食べてもらおうと思って開発されたのが、揚げパンってことなんだ。まずいものが美味しくなったってわけね。でもどうしてまずいコッペパンを提供し続けたのかしら？給食が開始された当時はアメリカから輸入した小麦を消費するため、給食はパンだったんだ。作りやすく保存しやすかったのでコッペパンが毎日給食に出ていたんだぜ。完全パン給食？それはコッペパンが美味しくても嫌いになりそうね。パサパサコッペパンとまずい脱脂粉乳。二大まずいメニューによって給食に良い思い出がないって人も多いんだぜ。その後、パンから米飯給食に変わり、コッペパン自体も改良されたので、現在は美味しいコッペパンが提供されてるぞ。今もまずかったら給食嫌いの子供が相当増えたわね。私も給食が嫌いになってたかも。それはないだろう。人をなんだと思ってるの？まあまあまあ、好き嫌いがないって言うから、何でも食べると思うぞ。それもそうね。霊夢のことは置いておくとして、実際にまずいという声から改善されたので、このまずいコッペパンを食べ続けた当時の小学生には感謝だな。そうよね、それがなければコッペパンはまずいまま。それ嫌よね。ちなみに昭和30年代のコッペパンは栄養重視だったので今のコッペパンよりも大きかったんだぞ。私は食いしん坊だから食べきれると思うけど、どのくらいの大きさだったのかしら？地域差もあると思うが、子供の顔くらい大きかったなんて話もあるぞ。そのくらい大きければ、コッペパンだけの給食だったとか、そんなわけないだろ。二つ目に紹介するのは、給食の激まずメニューカレーシチューだぞ。カレーシチュー？マリサ、情報間違ってるんじゃないの？カレーとシチュー、カレーシチューは給食で人気のメニューじゃない。おかわりを奪い合うほど子供たちが食べたがるメニューだよね。カレーやシチューの日は戦いだったのよ。それは、今というか最近の話だろ。今回紹介するのは昭和。また給食が始まった頃の話というわけね。そうだぞ。それでもカレー、シチューなんかは国民食的なものでしょ？みんな好きじゃないの？好きなのかもしれないけれど、給食のカレーシチューに関して、昭和30年代に給食を食べてきた人から話を聞くと、コッペパンもまずかったけど、カレーシチューも嫌いだった。カレーシチュー？カレーなのかシチューなのか。あまり高評価の声は聞かれないのね。鶏肉が入ってたのもまずさを増幅させていた。様々な意見が聞かれるが高評価は少ないぞ。私がイメージしているカレーシチューとはかなり違うものなのね。全然違うみたいだぞ。昭和の後半になると味も使用される材料も変わってくるので、まずいという声はぐんと減るのだが、昭和30年代前後のカレーシチューは、なんじゃこやってものなんだぜ。そのなんじゃこやっていうのは何なんじゃ？無理に乗らんでいいぞ。イメージ的にはスープ、カレーよりもとろみはなく、シチュー程度のとろみはある。カレーの味はするけれど、
カレー味のコンソメスープという感じだな。あ、無理だわ。そして先のご意見の中にも出てきたが、クジラ肉が入ってたんだ。カレーやシチューに鶏肉を入れた経験や、そもそも鶏肉を食べる機会がないからまずさをイメージできないわね。今は鶏肉といえば希少なものであり高級食材だ。カレーシチューに入れようなんて思わないだろう。しかし、昭和30年代頃は牛肉や豚肉は輸入品がほとんどだったので、鶏肉の方が安価だったんだ。安価だから鶏肉でカレーシチュー。イメージ的にはビーフシチュー的なイメージするんだけどね。そんなおしゃれなものではなさそうだぞ。煮込み料理だから硬くなってしまい、子供たちに不評だったんだぞ。今普通にカレーシチューの話をしてたけど、カレーもシチューもあるのにどうしてカレーシチューなんて作ったのかしら。それは給食のメニューに関係がありそうだぜ。メニュー？カレーの場合ご飯が欲しくなるだろ。そうね、ご飯あってのカレーだもんね。この頃のメニュー、先のコッペパンを思い出してくれ。あ、パン食。コッペパンでカレーはきっついかもね。何の存在を知っていればカレーが提供されたのかもしれないが、その頃に何の存在は知られていない。家庭料理として人気が出たカレーをどうしても給食で提供したい。そう考えた苦肉の策がカレーシチューだ。今でこそ美味しくなった学校給食の陰で、まずい料理とそれを食べ続けた人たちがいたってことね。美味しい給食になるため犠牲になってくれてありがとうございます。そのテンションやめれ。三つ目に紹介するのは、バタークリームケーキだぞ。いやー、懐かしい。久しぶりに聞いた名前だわ。バタークリームケーキは昭和感のする味よね。生クリームやチョコレートケーキと比べて美味しいというと微妙なんだけど、昭和のクリスマスケーキはほとんどバタークリームケーキ。確かにバタークリームケーキ一択って感じで、ケーキを選ぶなんてことなかったような気がするわ。ほとんど見かけなくなったけど、美味しかったとか今も食べたいって声はあまり聞かれないわね。まずいわけではなかったはずだ。好き嫌いは確かにあると思うけど、今も食べたいという人がほとんどいないので、もういいかな、って感じよね。生クリームやチョコレート、他にも美味しいケーキはたくさんあるんだし、バタークリームケーキを求める必要はない。そうそう、私ずっと気になってたんだけど、どうしてバタークリームケーキが売られるようになったのかしら？それはいい質問ですね。よ。久々池上さん登場だ。は、恥ずかしい言い方しないでくれ。アメリカ式の生活が日本人に広がり始めた1950年代。クリスマスも当然文化として日本に入ってきたんだ。クリスマスにケーキという文化はアメリカ軍の風習だったようで、それがアメリカの当たり前の風習だと勘違いしたんだ。子供としてはありがたい勘違いね。クリスマスにケーキを食べる習慣があるアメリカ人に憧れた日本人は、クリスマスシーズンにケーキを購入したわけだ。そのケーキがバタークリームだったの？いや、その頃のケーキは値段の安いショートニングを使用したケーキだ。ショートニング？バタークリームですらないのね。ショートニングは油脂 100% なので、本当のバタークリームよりも日持ちはするが、食べすぎると胸焼けするものだった。40代以上の人は、バタークリームイコールショートニングのケーキイコール胸焼け、とイメージする人が多いのもその理由だ。それがバタークリームケーキを嫌いにさせる理由につながるのね。食べすぎると美味しさを通り越してまずいと思い込みたくなるから、それがまずいと繋がるんだ。バタークリームケーキが激まずはその後生クリームケーキを食べたことにより、バタークリームケーキがまずいと知るパターンだ。美味しいものを食べてしまったら他のものは食べられない、そんな感じだぞ。口が超えてしまったことで激まずになる。だからバタークリームケーキがまずいというのもちょっと違うのかもしれないぜ。バタークリームケーキじゃないけれど、美味しいケーキを食べるたびにあのケーキはそれほどでもなかったなって思うことあるわ。贅沢になったがゆえにまずいと言われてしまう。なんだか悲しいものだな。四つ目に紹介するのは、蜂の子、および昆虫食だ。聞きたくない。蜂の子もその他昆虫食もダメ。見るのも嫌なんですけど、すべてにモザイクをかけてちょうだい。それじゃ意味がないだろ。じゃあ私が目隠しするわ。蜂の子や昆虫食、イナゴの佃煮などは昭和の時代によく食べられていた料理だぞ。美味しいというよりも、蜂の子や昆虫食になる昆虫を取ることが楽しいから取って食べたという理由もあるぞ。取ったらリリースすればいいのに、昆虫だって生きてるのよ。それ言ったら動植物すべてそうだぞ。むぐぐぐぐぐ。タンパク源が少なかった時代、蜂の子やイナゴなどの昆虫がタンパク源となるので食べられていたんだ。タンパク源なら他のものでいいわ。まあそういう人が大半なので嫌われる食べ物となってしまっているぞ。味だって美味しいわけじゃないわよね。じゃあ食べてみる？わわわわ、やめてー。パク、もぐもぐ。ん？どうだ？できます、というほどでも。いやいや、ああ、やっぱりダメだわ。好き嫌いがあるからはっきりとは言えないが、蜂の子の研究家などはうなぎのような味なんて言うぞ。ここからうなぎを連想するってどんだけイメージ力の豊かな人なの？私には無理だわ。
昭和の人たちもみんなが好きというわけではないし、嫌いとかまずいとかいう人の方が多かったんだぜ。好きな料理は蜂の子ですっていう人聞いたことないもんね。まあ美味しくて食べるよりも、健康効果を求めて食べる感じみたいだぞ。蜂の子の健康効果、かなりありそうだし、ないと嫌だわ。ちなみに蜂の子の健康効果は、頭痛を治す、衰弱や内臓の機能の改善などの効果があるらしい。若返りの効果も期待できるのが蜂の子だぞ。若返り、そこだけを聞くとようやく口に逃がしってことで我慢ができるかもしれないけど。やっぱり昆虫は昆虫。私には無理だわ。ぴゅー、もぐもぐ、美味しいのにな。次に5つ目に紹介するのは、発酵食品だ。昭和というか日本の食品という括りになってきたわね。昭和の激まずな食べ物って意外と少ないんだ。美味しいものが多いってこと？美味しいものが多いとは断言できないが、食べ続けてきて慣れたものも多いのかもしれないぞ。ある一定の年代には気にならなくても、若い人たちにとっては驚くようなものは確かにある。けど、若い人は実際に食べたことがないから激まずとまでは言えないのだろう。実際に食べることがあれば激まずってものがもっとあるのかもね。そういうことだな。で、発酵食品って広くくくったけど、激まず発酵食品って何があるのかしら？好き嫌いがはっきりしてる発酵食品をいくつか紹介していくぞ。あ、じゃあ私から言っていいかしら？いいぞ。納豆。これは日本人が嫌いっていうより外国人が嫌いな食べ物だぞ。そっか、あ、関西の人は昔から納豆が嫌いって言うわよね。それも昔の話だ。最近は関西人だから納豆が嫌いっていうのも正しいとは言えないぜ。健康食品として食べる人も増えているぞ。なんだか霊夢の話を聞くと昭和につながりがなさそうなものになるから私から紹介していこう。船寿司、草やイカの塩辛、しょっつる。これらが激まずと言われる昭和時代によく食べられた食べ物だ。船寿司はともかく、草やって昭和のプチ事件にあるネタよね。そうだな。草やを焼いた人が周囲に知らせなかったので近隣一帯が臭くなったとかいう話はよくあるぞ。周囲に連絡の義務があるってくらい臭いのもすごいわよね。食べれば美味しいのかもしれないけれど、食べる行為に行くまでが戦いよね。食べようって気持ちにならないわよ。船寿司は、米飯と共に1年以上漬け込むという、その時点で完全に腐ってるわ、発酵だ。この腐っていると発酵、激まずと旨味という相反するものは、完全に好き嫌いが出てしまう。好きって人はきっと発酵に対する異常な愛情を持っているのかもよ。いわゆるフェチ的なもの。霊夢は毛嫌いしているが、発酵食品は体にいいんだぞ。そりゃわかってるし、すべての発酵食品を毛嫌いしているわけじゃないのよ。イカの塩辛は好きだし、味噌だって味噌汁として毎日飲むしね。マリサが紹介した発酵食品は、発酵の度が過ぎるのよ。ここまで発酵させる必要はなかったはずなのに、発酵させちゃうなんて異常よ。もしかしたら、発酵させすぎたけど捨てるのもったいなくて食べたらうまかった、なんてことかもな。だとしたら、かなり強い胃腸の持ち主だったのかもね。匂いも美味しさの一つだから、匂いがきつくて激まずと思うのもあながち間違いではないぞ。6つ目に紹介するのは、すいとんだぜ。すいとん？すいとん自体がわからないのか？いやいや、そういうわけではないんだけど、まずいという印象はないのよね。それは今のすいとんだな。今のすいとんは他の料理同様美味しくなっている。じゃあこれもまた昭和限定ってことになるのよね？そうだな、昭和のすいとん、昭和というか戦時中のすいとんというべきだな。戦時中は今では考えられないくらい食料事情が悪かったのよね。基本のすいとんは小麦粉を団子状にして、味噌汁などの具として入れたものだ。具のない汁がほとんどであり、味噌自体も高価だったので味のない汁に団子を入れただけのものだぞ。激まずっていうか、味がないのよね。味があればいい方だし、団子以外の具材が入っている家庭は裕福だったり資源の豊富な場所で暮らしていたことになるな。コマも手に入りにくい時代になってきて、満足に食事ができなくなってきたので、主食の代わりとしてすいとんが食べられたんだ。戦争を体験した方なんかは、すいとんなんか食べたくないなんて言うわよね。戦争という辛い思い出の一つとしてすいとんがあるから、具材が多いすいとんを出されてもすいとんだからという理由で食べたくないようだ。私とカップラーメンの関係のようなものかしら？それは単に食べ過ぎだろ。違ったか。すいとんは戦時中に食べられたと言ったが、それ以外にもお米の収穫が少ない地域で冷害や飢饉が起こるとすいとんを食べていたようだ。ま、これは昭和というよりもそれ以前の時代の話だけどな。本来であれば、米を食べたいけれど米がないから小麦粉のすいとん。米が取れない地域では、小麦粉を栽培していることが多いのかしら？そういうわけでもないが、小麦は冷寒地でも痩せ地でも栽培でき二毛作が可能だった。米と小麦を作ることができるから、米は国へ小麦は食料になったとも言われているぞ。
しかし大量生産ができたわけではないので、戦時中は米も小麦も不足していたんだ。相当大変だったのね。だからスイトンという言葉だけで嫌がる人も多いんだぞ。こうやって昭和の時代にまずかったものを調べてみると、戦時中のものも結構あるのよね。戦時中は物がないから、生きてくために食べていたけど、美味しくなかった。美味しいものを食べる時代になってから思い出してもまずい。どんなに上手に調理されてもまずいものはまずい。トラウマ的なものになってしまうのね。仕方がないといえど、切ないものだな。最後7つ目に紹介するのは、南高飯だ。あ、南高飯ってこの世界の片隅にで出てきた節約ご飯だよね。そうだな、この世界の片隅に霊夢は見たのか。映画館で見たわけではないけど、テレビでやっていたわ。いろんな曲で放送してたんじゃないかしら。それなら話は早いけど、南高飯と言ってピンとこない人もいるはずなので、紹介するぜ。そうね、わかりやすく紹介してね。言った玄米を多くの水でふやかしてから炊いたご飯。膨らんだ米を炊くので普通よりも数倍も量が増えるので、戦時中の米不足の際に少ない米で多くご飯を食べる方法だったんだ。楠木正成が考案したとされているので、南高飯と言うんだ。それは知らなかったわ。知らない人も多い南高飯であったが、2016年に公開されたこの世界の片隅にで出てきたことで知られる存在となった。アニメーションではプルプルとした見た目なのでまずいというほどでもないのでは？と思う人もいたようだ。私もまずいとは言っても、食べられるんだからそれほどまずいわけではないと思ってるわ。誇張しすぎじゃないの？って感じね。だろ？しかし、とあるサイトで実際に南高飯を作って食べた人、数名の感想を紹介するぞ。あの映画見て真似したくなったのね。南高飯って見た目も味も食感も微妙。期待以上にうまいけど、食べ続けるのは結構きつい。はっきりとまずいってことはないのね。激まずだったら食べ続けていられないだろ。確かにそうね。言っているので香ばしさはあるようだけど、言ったことで米粒がボサボサしてるらしく、これまでにない不思議な食感らしいぜ。食べてみたい気もするけど、ご飯として食べるまで時間がかかるんでしょ？そうだな、行ってから一晩水に浸す、それから炊くからすぐに食べることはできないぞ。そうなんだ。すぐに食べられるものだったら食べさせられるところだったわ。そうなんだぜ。すぐに食べられるなら絶対食わせたのに。通常の2倍くらいにかさ増しするので、大家族やたくさんご飯を食べたい人には良かったんじゃないのか？まさに節約飯ってわけね。おかずが欲しくなるっていう人もいるけど、戦時中にまともなおかずなんてないから、南高飯をよく噛んで食べたんだぜ。よく噛んで食べれば少しの量で満足感は得られやすいみたいだぞ。少しの量で満腹感を得られるんだ。霊夢も南高飯でダイエットしてみるのはどうだ？いや、もう少し美味しいものでダイエットしたいわ。ダイエット中は食べ物のことでイライラするから、まずいものを食べてダイエットは無理ね。ダイエットではないが、こういう食べ物を文句を言いながらも食べていた、戦時中の人々って偉いよな。物がないから仕方がないって言ってしまえば終わりだけど、日本は必ず勝つ。そう思うからできたのかしら？それもあるんだろうな。今回は昭和時代に激まずだった食べ物を紹介したぞ。戦中戦後、実際に食べた人たちが激まずって今でも思っているものを多く紹介したわね。逆に言うと昭和であっても、後半になってくるとそれほどまずいものはないようだな。飲み物なんかは、挑戦しすぎて激まずってのがたくさんあるけどね。海外から入ってくる食べ物で激まずってものはたくさんあるけど、日本人の味覚に合ったものはそれほど激まずなものはないのかもしれないぜ。そのうち日本人の口には合わない海外の激まず食べ物を紹介するのもいいかもね。それいいな。検討しておくぞ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。